東京、練馬の80歳代のおばあさんからキャッシュカードを騙し取ろうとした男が逮捕されました。不審な電話を怪しいと思ったおばあさんが通報して逮捕に至りました。警察署長から表彰状を受け取りました。最初、表彰状には警察庁長官の中村いたるとされていましたが、おばあさんは中村いたるはおかしいと主張し、変更を求めました。素晴らしいおばあさんです。正しい市民のあり方を示しています。今、おばあさんは甘利明の逮捕を求める社会的活動を始めているそうです。甘利は詐欺も同然、社会の悪を許せない小学生との連携を期待しています。小学生、おばあさんに連絡を取って社会の悪に立ち上がろう。